どうだった？かわいいよ、お母さん買ってきたその衣装。その衣装を着て自分毛づくろうのすごく難しいよね。ラブちゃんちょっと走ってみて。そんなとこ隠れてないでさ、お母さんラブちゃんをちょっと走らせてみて。ああ。なんだかよくわからないわよ。ああ逃げていった。ラブちゃんすごいかわいいよ。それでぴょんぴょんしたりしてみて。怒ってる？そんなのこんなの着せやがってた。ああ。うわ。うわ。そこで今日のミヤネ屋は芸能界スポーツ界で偉業を成し遂げてきた男たちの絆。暖かいマットの上乗ってんの偉いね。ラブちゃん可愛いよ。可愛いね。いいじゃん、抜けないし。抜けない一人じゃ。ねえ、リラックスしてみたよラブちゃん。なんか変な感じなの。寒いからさ、それ着てればいいんだよ今日一日。うん、すごい怒った顔しないで。うわ、どうしたの、そんなとこ隠れてるの、なんで隠れてるの。もう何にもしないよ。なんでそんな舐めてんの自分のこと。うん、隠れてます。珍しいね、それ着るもの着たら毛づくろい始めるって。かわいいよ。なんか何の生き物だかよくわかんないけどね。今日さ、公園で休憩してたらさ、これはウサギですかって言って、おじさんがウサギですよって私答えたら、へえ立ち止まってしげしげ見てたよ。脱ごうとしてるの。そこでさ、ゆっくりすればいいんだよね。絶対にいいと思った。うわ、どうしたラブちゃん。わ、結構喜んでんじゃない。なんかウミウシみたいだよ。なんだろうこれ、なんかの爬虫類なのかね。毎日美味しい緑光青汁、いいよラブちゃん。かわいいですよ、衣装着たウサギさん。ねえ、ゆっくり寝たいと思ってるけど寝られないのラブちゃん、その形だから。できたよ、うん、新しいの。本当はママ、まあね、ピンク欲しかったんだよ。いいんじゃない、男の子だから。これ偽尻尾なの。うん、はあ、本当はここに尻尾が出るんだよね。ねえ、脱がしてくださいって言ってる。慣れた？慣れた？慣れてるよね、もう。あったかでしょ？意外といいでしょ？なんか訴えかけてるね。ラブさん、なんだいって。こんな姿にされちゃって。はいよね。
メルヘンだね。メルヘンだよって。そこで、すごいね。2歳のための赤ちゃん、ちーぽぽちゃん誕生。柔らかい。柔らかい。うさぎさん。ちーぽぽちゃん。ぽぽちゃんのママになりきりパーフェクトセット出た。自然の見積もりで確認できる。怒ってる感じですか。葬儀のエキスパートがしっかりすること。相模は充実のネットワーク。列車の運転士は線路内に取り残されたトラックを発見しましたが、止まりきれず。どんな感じですか。ああ、去っていったね。何？なんとか脱ごうとしてる？ラブちゃんが食事をしています。どう？調子は？他にも。すごい鬱陶しかったっすよ。おお。意外といろんな出費が重なっちゃいました。調子どうですか？そのお洋服は。いまいちですか？ちなみにこっち向いてくれないのは怒ってるってことですね。ぬいぐるみに見えるよ。ちょっと動いてごらんよ。サブさん。全然動かない。ラブさん。ラブさん。あ、動いた動いた。どう？あらららら、行っちゃったね。あららら。どうですか？ネットとかね、今流行ってますから、やっぱりね、コンビニでね、冷蔵庫に。